はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。6月5日土曜日の全国のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。低気圧や前線が海上に離れ、雨が止んでいるところが多くなっています。ただ前線から近い関東から西の太平洋側では雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。特に九州南部ほど雨が降りやすくなりますので、外出時は雨具があった方が良さそうです。また前線から離れている北日本やまた日本海側、北陸から山陰にかけては日差しが届くところが多くなります。強い日差しで気温が上がり、25度を超えるようなところも多くなりそうです。昨日との気温の変化も大きくなりますので、熱中症対策や紫外線対策しっかりと行ってください。そして南西諸島ですが、こちらは梅雨前線や台風3号の影響で雨が降ります。激しい雨や雷雨、また強風による横殴りの雨に警戒が必要です。大雨となり道路冠水や河川増水となる恐れもあります。不要不急の外出は控えるようにしてください。そして今日、傘が入れエリア、いらないエリア、こちらを確認していきましょう。傘マップです。太平洋側を中心に折りたたみの傘がいるエリアとなっています。特に雨が降りやすくなる九州の南部ほど大きい傘が必要です。また梅雨前線やそして台風3号の影響を受ける南西諸島方面でも大きい傘で、特に雨の降り方が激しくなる先島諸島で外出危険レベルとなっています。不要不急の外出、南西諸島の皆さんは控えるようにしてください。以上、全国のお天気をお伝えしました。 Thank you.